エッセンさんお疲れ様ですいや萬田さん殺生やみたいなねセリフがありますけどもこれは何かっていうと、まあ、マンダ銀次郎っていう人にお金を借りる時があるんですよマンダハンに迷惑かけることはおまへんって言ってねいろいろ言って「1平百やとか言ってからね「大きにマンダハンとか言って「あんた神様や」とか言ってからねお金を借りていくんですよねお金もらう時はもう、ね、ニコニコなんですよでも10日後 困りまんな。期日昨日です。みたいな感じでね、萬田さんが行くと、萬田さん、殺生やかな。3日ほど待ってんかとか言うわけですよね。待てまへんな。<laughs> 返せんかったら、肝臓切り売りしても、金作ってもらわな。とか言うわけですよね。で、萬田さんがあの、自分に返さずに、他にお金を使ったり、他にね、お金を返そうとすると、あんた、わしの顔に泥塗ってくれましたな、とか言ってからね。 どういうことかっていうと萬田さんに返さなくてもなんとかなるだろうみたいなね軽い気持ちがそこに入ってるわけですよまあ、許されないんですよねさあそしてですね吉谷さんもそうだし私もそうなんですけども多くの方が人にお金を返して返ってこない経験ってあると思うんですよで私こういうことがありましたうんまあお金をね貸したわけですよ30万円ほどねポンとねまあその時にもあ,あこれはこいつは 金作ってこようが、こまいが、もう、二人の縁は終わったなと。要するに、対等な立場から、お金を貸すと、一気に上下関係がはっきりするわけですよ。うん、何に困ったのかわからないけども、やっぱね、ビジネスしてる以上、死んでも金作ってこないとね、と思うわけなんですよ。彼は、お金を作ることじゃなくて、私に借りることをね、選んだんですよね。まあでも、支払い先には顔が立つでしょうけども、 私との関係はもう終わるわけなんですよ。もう少なくとも対等ではいらないですよね。で、まあ、あの、約束した返済日が来たわけですよね。で、私のところに来て、まあ、言うわけですよ。あ、30万ね、と。ちょっと、やってきたんだけど、30万作れなかったんだよね。もうちょっと待ってもらえますって感じだったんですよね。で、私は、待つのはいいよ、と。30万ね。そんなに焦った金じゃないから。ところで、 今日やいくら持ってきたの聞きえですよ。あ、今日はちょっと30万もうちょっと待ってよってわけですよ。その代わり昼飯をおごるからさ、みたいな感じですよね。そこで私がね、まあ怒るわけですよ。待て待てと。お前金借りといて人に飯をおごるってどういう料件だ他のやつにもやってんじゃねえだろうな。怒らんでいいよ。怒らんでいい。そのおごろうと思った金を返せ。30万のうちに1000円でも2000円でもいいから返せと。財布にいくらあのかなと。 財布出せって感じだったんですよね。で財布に今4万円ぐらい入ってるわけですよ。バカ野郎と。30万返せなくてもう満額返せなくてもね、あれだけ返せばいいじゃん。なんでゼロなんだよ。って話ですよね。で、私はそこで、まあ、4万円取り上げて、小銭を取り上げて、まあ、残金はあと20何万だよとか言ってね、お帰りいただいたわけですよね。で逆に私が飯を彫りましたよ。バカモンがと。マイナス30万のやつがね、 なんで飯をごるんやって話ですよ。別に利息をつけるなんてこと言ってないわけですから。まあ気持ちはわかるんですけどもね。常識はわからん。こいつは。と思いましたね。うん。私はまあそういうふうな考え方なんで、あのー、お金をね、借りてる人が、うん、なんか遊び銭をしてたらね、やっぱりね、まあ許されないかなと思いますね。えーっと、眠いな。2時半です。今起きました。はい、お疲れ様です。そんな感じでお金を借りるときは、よくよく考えないとね。 で、返せないんだったらもう借りるなと。返せないんだったらトンズラこいて、そのまま消えてね、どっかでまた別の生活を送ればいいんじゃないですか。まあ、返せない金をね、よくもまあ、そんなね、人前つ面出せるなって話ですよ。え、じゃあ、まあ、以上でございます。これから活動始めようかな。うん、いってらっしゃい。